共和党はアイルランドの政党。正式名称フィアナフォイル共和党のフィアナフォイルはアイルランド語で運命の兵士たちの意味である。現在第33次国会の連立政権の一つであり、2020年6月27日に共和党、統一アイルランド党、緑の党の間で連立政権が合意された後に結成された。 1992年以来の二次の連立であり、共和党が政権を握るのは2011年以来となる。1926年5月16日、アイルランド内戦後の危険主義の問題で、シンフェイン党の反条約派から分裂した、英文デバレラと支持者によって、アイルランド共和党として設立された。1927年以来、共和党は統一アイルランド党と共に、 アイルランドの二大政党の一つであり、どちらも中道右派であり、労働党やシンフェイン党の右に位置する政党である。20世紀のほとんどの間、アイルランドの政治を支配しており、創立以来、統一アイルランド党か労働党のどちらかが、すべての政府を率いてきた。1932年から2011年までの間、統一アイルランド党は、国民議会会員で最大の政党であった。 1989年から2011年までは、左派と右派の政党との連立政権を率いていた。党首のミホル・マーティンは、第32次国会の初めに、統一アイルランド党を率いる、少数派政府との間で信頼と供給の取り決めを行った。共和党は2020年6月27日から連立政権の一つとなっている。 総選挙後の数ヶ月間の政治的公着状態を経て共和党は統一アイルランド党、緑の党と連立協定を結ぶことで合意した。これはアイルランド政治史で初めてのことで共和党と統一アイルランド党が正式に連立を結んだことはなかった。共和党党首のミホル・マーティンは2 0 2二年に統一アイルランド党党首に交代する前に政府の最初の二年間は 首相としての役割を果たすために指名された。前任者で統一アイルランド党党首のレオ・バラッカーはアイルランドの副首相に就任した。共和党が政権を握るのは1997年から2011年までのバーティア・ハーン、ブライアン・カウエン以来初めてとなる。80年以上にわたって下院で最大の政党であったが経済政策の失敗を受けて2011年2月の 総選挙で惨敗し、20議席の獲得にとどまった。2016年の総選挙では44議席を獲得し、国民議会の下院と上院で最大の野党となり、第2党となっている。2009年4月16日に、欧州自由民主改革党へ、同年実施の欧州議会議員選挙後には、欧州自由民主同盟へそれぞれ加盟している。 2019年2月9日以降、共和党は北アイルランドの社会民主労働党と提携している。共和党は、シンフェイン党の元指導者である、エーモンデ・バレラによって設立された。1926年のシンフェイン・アードフェイスで提案した中世先生が取り除かれた場合には、選挙で選ばれた議員が国民議会会員の議席に就くことができるように、 するという道義が可決されなかったため、他の多くの議員が、新フェイン等から離脱した。で、バレラの新党は、同年4月2日に党名を採用した。同党は、条約締結にも反対していたが、危険主義を拒否し、代わりに、アイルランド自由国の内部からの共和化を目指していた。共和党の経済独裁主義の考慮は、農民や労働者階級、貧困層にアピールしていたが、 より裕福な層には疎外感を与えていた。共和党は1932年3月9日に初めて政権に就いた。2011年の選挙までの79年間のうち61年間政権を握っていた。最長の連続政権期間は15年11ヶ月である。20世紀での最長の単独離職期間は4年4ヶ月であった。 党首全員が首相を務めた。共和党は2009年4月16日に欧州自由民主同盟に加盟し、2009年6月から2014年7月1日までの第7期欧州議会期間中は同党の欧州議会議員がアルディグループに座っていた。同党は自由主義インターナショナルの一員である。これに先立ち、同党は1999年から2009年までの 間、欧州連合の強大化に会議的なユーロセプティクな欧州諸国連合に属していた。1932年の総選挙から2007年の総選挙まで全ての総選挙後の議会で最大の政党であった。2008年以降のアイルランド経済の低迷期には共和党が政権政党としての責任を負っていると見られていたが、支持率は急落し、 2009年2月27日に行われた世論調査では有権者の10%が政府の業績に満足していないとの結果が出た。2011年の総選挙では史上最悪の惨敗を目の当たりにした。この惨敗は歴史的なものであり考えられないと評された。同党は下院で最大の党から第三の党に沈み78。 議席中58議席を失った。共和党では、クマン制度と呼ばれる構造を採用している。基本的な単位は、クマンであり、クマンは各省選挙区に置かれた、畜指部と省選挙区支部に分けられていた。しかし、1990年代初頭以降、クマンの構造は弱体化した。すべてのクマンは、その規模に関わらず、選考大会への投票権を3秒としていたため、 多数の区ンが実質的にペーパー区ンとなり候補者が十分な票を獲得できるようにするためだけに利用されていた。2007年の選挙以来党の組織構造は著しく弱体化している。これは2011年の総選挙に向けた候補者間の対立が顕著になったこともあり一部では悪化した。アイリッシュタイムズ紙によると3000人の党員の 半数が事実上の活動休止状態にあると推定されている。ブライアン・レニハンとブライアン・レニハン・ジュニアがかつて居住していたダブリン・ウェスト選挙区を除き、ダブリンではこの割合が増加している。以前使用されていたロゴマーク共和党は典型的な包括政党と見られている。アール・ケンカーティは共和党と統一アイルランド党について支持基盤が異質で、 政策やプログラムの面で比較的差別化されておらず、支持率が著しく安定していると書いている。専門家調査、世論調査、候補者調査から得られた証拠はすべて、両党の間に強い違いを乱すことができないとも、されている。アイルランド内政の政治を指摘し、分裂の根底にあるのは、アイルランド統一を達成するための戦略の不一致だと感じている。 ケビン・バーンと政治学者の応援・エオーマリーはこれを否定し、両党の違いはアイルランドの歴史の中で遥かに遡ると主張している。両党を異なる民族主義的伝統と結びつけ、それをアイルランドへのアングロイコールノルマン人や新鋭人の移住やゲール民族の移住と結びつけたのである。1990年代には共和党は保守政党であると同時に、 民族主義政党でもあると表現されていた。共和党は幅広い教会として自らを提示し格差のある社会階級を超えて支持を集めてきた。1989年から2011年までの間、左派と右派の政党との連立政権を率いてきた。共和党の綱領にはアイルランドの統一、アイルランド語の信仰と保護、 アイルランドの伝統である軍事的中立の維持など、永続的な公約が含まれている。同党は統一アイルランド党よりもポピュリスト、民族主義的で、一般的に言えば、経済的介入主義的だが、ライバルの欧州連合支持を表明している。欧州議会の欧州自由民主同盟の一部では、あるが、自由権に関する立場を支持していない。しかし、2010年には、 同性の市民パートナーシップを法制化した。透明とロゴマークにはザリパブリカンパーティーの文字が使われている。共和党によると共和党とは島の統一とヨーロッパの共和制哲学の歴史的原則である自由、平等、UIA のコミットメントの両方を意味しているという。党発足当初の主な目標は南北統一であった。党首としてのと首相としてのは 以下の通り。英文でバレラ・ショーン・エフ・リーマス・ジャック・リンチ・チャールズ、ホーヒー・アルバート・レイノルズ・バーティ・アハーン、ブライアン・カウエン・ミホール・マーティン2007年9月17日、共和党は初めてイギリスの北、アイルランドで党を結成することを発表した。当時の外務大臣、ダーモット・アハーンは、この問題に関する委員会の議長を務めるよう、依頼された。ダーモット・アハン外相は、 今後、この政策を実行するための戦略を策定するための努力をリードし、時間軸や構造を検討していくことになるだろう。我々は徐々に戦略的に行動する。我々は幻想を抱いているわけではない。それは簡単なことではないだろう。しかし、私は成功すると確信していると述べた。当は2007年9月に、 初めて国境以北の北部の大学で募集活動を開始し、ベルファストのクイーンズ大学に2つの政治協会を設立した。2008年2月23日、元アルスター連合党評議員のハーベイ・ビッカー、大佐が共和党に参加したことが発表された。バーティア・ハーンは2007年12月7日、共和党が英国選挙管理委員会によって来た。 アイルランドで登録されたことを発表した。2009年12月、共和党は無所属の立法議会であったゲリー・マクヒューの入党を発表し、初の北アイルランド議会の MLA を確保した。マクヒューは入党はしたものの引き続き無所属の MLA として座ることを確認した。2010年6月、共和党は北アイルランド初の公式事務所を アーマー県のクロスマグレンに開設した。当時のブライアン・カウエン首相が公式に事務所を開設し、エアモンをクイーブ大臣、ダーモット・アハーン大臣、ローリーを反論会議員、マーガレット・コンロン会議員が同席した。すべてのアイルランドの政治に向かって、党のゆっくりとした開発を議論し、カウエンが観察された。我々は非常にオープンで実用的なアプローチを持っている。 我々は立憲共和党であり、この党が設立された上での抱負の秘密を作らない。私たちが何を達成しようとしているのか、それはこの国を和解させることであり、過去の歴史の囚人ではないということだと、私たちの心の中では常に明確になっている。新しいアイルランドを建設する世代の一員となること、それは我々が誇りに思えるアイルランドを築くことであると述べた。 2007年現在、共和党は北アイルランドで登録され認められた政党である。しかし、この地域では選挙には参加していない。2017年には、オマーのソルチャー・マカネスピー議員は2019年の北アイルランド地方政府選挙に共和党として立候補したいと発言した。2017年10月、党の全国執行部である15人の委員会の 北部代表に選出された。2019年1月24日からは、以前は北アイルランドの主要なアイルランド国民党であった社会民主労働党と提携しているが、現在はシンフェイン党よりも小さな政党となっている。数年前から最終的な提携についての憶測が流れていた。共和党と SDLP は現在、北アイルランドの現在の政治状況への対象、 医療や教育などのアイルランドの両方の管轄区域での公共サービスの改善等の人々のさらなる団結と協力をもたらし、アイルランドの再統一に関する将来の世論調査のための手配を含む主要な分野で政策を共有している。ありがとうございます。